今回のグッド地球便は東京とアメリカをつないでみたいと思います。行ってみましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はアメリカ東部ペンシルバニア州。ニューヨークから3時間、人もまばらな静かな田舎町で彫刻家として奮闘する一人の日本人女性がいます。何十トンもの石と格闘し巨大な作品を生み出し続ける彼女。石は一方通行で、もう割れちゃったらもうそこまでだから、その一瞬一瞬絶対真剣勝負っていうのが好きですよ。実は彼女、芸術の勉強を始めたのは25歳の時。 OL をしながら美術大学へ入り直し、さらに単身ニューヨークへ。長年抑え込んでいた思いを実現させたのです。とにかく一歩踏み出す時にはやっぱりこの周りの人に分かってもらうために伝えるという、その勇気を持たなきゃいけないと思いますね。そんな娘を案ずる日本の両親が、彼女は今日目いっぱい生きてるんですって、だから明日死んでもいいって言いますから、一歩踏み出せば何かが変わる。未来を切り開き続ける娘に両親が届ける思いとは。グッドチキビの山口と申します。どうも。よろしくお願いします。お世話になります。今日お世話になります。お願いします。お願いします。娘さんの美奈子さんがアメリカで彫刻家をなさっているということですけども、はい、最初そのアメリカに行くにあたってはお父さんお母さんとは何か相談とかそういうのあったんですか？いつの間にか行っちゃったんですよ。だから別に反対も何もないです。からもう何もじゃ相談せずに行かれたんですか、アメリカに。ただその資金的なことっていうのはどうされたんですか、ご自身で持ってたんじゃないですか。そうか、じゃあご自身で、うん、10年ぐらい勤めてましたから、貯められたお金でもうそのまま行かれたわけですか、うんうん、私的にはやっぱり、うん、あの同じ年代の方はみんなね子供さんいるし、はい、普通が一番いいんだと思ってます。なるほどね、うんうん、その彫刻とやってることに関して気になることってないですか。まあ医師が相手ですから、うん、怪我だけ。あ、そんな危ないことなんですか。何トンもの意思を動かしてますから、どなたに助けてもらってんのかなと思って。実際彫刻している姿というのは、はい、ちょっと見てないんで。まだ見られてないですね。うん、はい、本当にどうやって作ってるのかなと思ってね。なるほどね。だから作業工程ですよね。わ、はい、かりました。じゃあ見てみましょうかね。はい。はい、お待たせしました。さあそれでは行きましょう。美奈子さん、アメリカです。アメリカ・ペンシルバニア州で彫刻家として奮闘する美奈子さんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ11,000キロ、17時間。ニューヨークの街から車で3時間、ペンシルバニア州レイクウッドはその名の通り湖と木々に囲まれた自然豊かな街。こんなとこあるんですか。ここに美奈子さんが彫刻を制作する作業場があります。とんでもないですね、ここ。そこでなんか作業してますね。そこを注目して。すいません。わ、でかいんだ。こんにちは。どうも、こんにちは。日本からやってきましたグッド地球人。はじめまして、吉野美奈子です。どうも。これ作りはったやつ。あ、そうです。だいたいほとんど終わってるんですけど、もうちょっとだけ直したいところをちょっとアシスタントに指示をしていて。現在掘っているのはニューヨークを流れるハドソン川の主、古代からその姿を変えていないと言われるチョウザメをモチーフにした作品です。作業に取り掛かってすでに半年が経ちました。これまで数々の賞を受賞してきた美奈子さん、最近は特に野外展示用の巨大な彫刻の依頼が増えています。この作品もおよそ18トンの石から掘り出しました。使っている石はこの地域で採れるブルーストーン。
建築資材によく使われる石なのですが、層になっているため加工する方向によっては大変割れやすく、この石で大型の彫刻を彫る作家は世界でも稀なんだそうです。これは空気圧を利用して振動を起こし石を削る道具。用途に合わせて先端を交換し使い分けます。今掘っているのは土台となるハドソン川の水の部分で、いろんな形のものでテストもしたんですけど、これが一番しっくりきました。跳ね上げられた水しぶきの質感を出すのに苦労しているそうです。普段ニューヨークで暮らす美奈子さんが彫刻制作のためにやってくるこの作業場、実は石材会社の一角を間借りしています。使用料はタダ。彼女の作品に惚れ込んだ社長のロブさんが無償でさまざまな支援をしてくれているのです。すごい人と出会ったな。巨大な彫刻は石を動かすだけでも重機が必要な重労働。こうしてアシスタントをしてくれているのもロブさんの会社の社員なんだそうです。メキシコ人のビクターさんは今美奈子さんが一番頼りにしているアシスタント。私があんまりほとんどスペイン語ができないの でビクターは最初は英語はできなかったんですけど、英語勉強してるのそうそうそう恥ずかしいねこれ。なんかお魚を掘っているので、あのお魚はスペイン語でこれ教えてもらって、ペスカド、うん、ペスカド最近はこれですよ。 Which do you like? これとこれのアイデアがあったらどっちが好き、どっちがいいと思うっていうのを、¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? 大勢の人の協力なしでは作れない巨大な彫刻、人を使う難しさもあるといいます。思い通りにならなくてイライラすることとかないですか？ありますよ最初の頃はそんなんばっかり、うん、みんなで作ることでみんなで魂を入れてあげる、うん、だから、まあ、あの私の名前で出るんだけれども、そのプロセスを一緒に作っていくということを楽しむ、うん、I came off of a farmNever would see artwork, never would hear music. This expands your, broadens your vision of things. She's added so much to my workers, how they've become better, whether it's just cleaning up their job sites more or actually trying to do artwork themselves. Does, but like I said, important thing is it doesn't matter what the price costs. 冬場は氷点下にもなるこの地で冷たく硬い石をひたすら削り続けるのは体に大きな負担がかかる作業。どこまで掘ればいいのか、その瞬間は石が教えてくれるといいます。あのもうみなこ十分って言われるまでやってるんですよ。なんかこうありがとうって言われる瞬間があってこの子は言ってきました。99% そうですなんかもう外に行きたいみたい。あ、外に行きたいっていうの、なんかね、早く外に行きたいみたい、なんか子供たちと遊びたいみたいっていうか。作業場の外に巨大な石が置きっぱなしにされていました。うわ、これが今掘ってる古代魚をやってくれと言われた石で、届いたよって言って来てみたらピンとこない石だったんですよねピンとこない、でもなんかピンとこないってもなんか生理的にダメみたいな生理的にダメっていうか、この中にはいないなっていう石だったですね。この中にいない、うん、この中にお魚いなかったんですよ。うーん、実は美奈子さん、日本にいる時は旅行会社に勤めるごく普通の OL でした。
だって本当はもっとなんかダンスがやりたかったりとか歌が歌いたかったりとかいろんなことがしたかったんだけど、私はそれをずっとずっとずっと我慢してきてて、 でもね、二十歳過ぎたら成人なんだから自分の責任だなと思ったんですよ。厳しい両親のもと自分の夢を抑え込んで育った美奈子さん。しかし25歳の時、芸術への思いが抑えきれなくなり、武蔵野美術大学に入学。働きながら6年かけて卒業しました。私が思ったのは、自分がやりたいことは自分しかわからないから、その時に周りの環境がイエスというかノーというかっていうのは、やっぱりサイコロ振ってみないとわからないですよね。とにかく一歩踏み出す時には、やっぱりこの周りの人に分かってもらうために伝えるという、その勇気を持たなきゃいけないと思いますね。そこから一歩、そこからしか一歩歩み出せないと思う。芸術への一歩を踏み出した美奈子さんは、仕事を辞め2001年単身ニューヨークに美術留学。当時の専攻は絵画でした。そんな彼女が彫刻の道へと進むきっかけとなった出来事があります。もう助けて美奈子って言われてると思っただから何とかしなきゃって思って。美奈子さんが彫刻の道へと進むきっかけとなったある出来事があります。たくさんの大理石がゴミ箱に捨てられているのをダウンタウンの建設現場で見つけて、それがかわいそうで、なんかもう助けて美奈子って言われてると思っただから何とかしなきゃって思って。大理石の引き取り先を懸命に探した美奈子さんですが、うまく見つからず、結局自分でこの石を彫ることにしたのです。すると初めて彫ったその作品が彫刻協会の新人賞を受賞。すぐに買い手も現れました。不思議な巡り合わせをきっかけに彫刻家の道を歩み出した彼女。ブルックリンにある美奈子さんの自宅兼ギャラリーを訪れると、彼女の手によって命を吹き込まれた石たちが生まれ変わった姿で迎えてくれます。作業場では新たな問題が起こっていました。 He wants it on there. But do you really want to put this? I really don't, because I'm afraid kids are going to put pull. Yeah, and I think this is already beautiful line. Yeah. Look, okay, let's against them. I would explain. It would be beautiful to have something like that. However, let me look at material. Yeah.すごい激しく言い合ってましたけど、別に喧嘩してるわけじゃないんですけど、こう真剣にいい作品を作りたいと思って考えると、どうしてもこうしたらいいんじゃないの、ああしたらいいんじゃないのって、で大体同じようなことを考えてるんですけど、最終的にどこに落とすかっていうのは、やっぱりこう口にして話をし合わないとわからないところだから、こういうコラボレーションですね、共同作業みたいなことはやっぱり作品が大きくなるまではやらなくてよかったから、アーティストっていうのは一人でずっとコツコツと作ってるような仕事だったので。ペンシルバニアにいる間はロブさんから借りているログハウスで寝泊まりをしています。本当はなんか玉ねぎとかカンカンって切りたいんですけど、今日は玉ねぎがありませんね。近所に飲食店がないので毎日自炊。今日のメニューは豆腐に缶詰のチリソースをかけたものとサラダ。あるもので作っちゃう、いつも。うん、母は洋服を作る人で、子供の頃着てたお洋服は全部母の手作りで、全部オートクチュールでみたいな感じの。その余り切れがあるから、それでなんかこうポシェットみたいなの作るって、でそれの今度アプリケのデザインを始めたの、私10歳だったんですけど、なんかもう2人で朝方まで仕事してたのが私の最初の徹夜。なんかもう楽しかった。その時がこうシードが種がもうちょっと開花しちゃったみたいな。鉱物資源が豊富なペンシルバニア州。
このレイクウッド界隈では今美奈子さんが使っているブルーストーンが取れ、石切り場や石材会社がたくさんあります。この日はその中の一つへ次の作品に使う石を探しに来ました。どうしたんですか？なんかいいストーンです。いいストーン、いいストーン、いい石です。この日次の作品に使う石を探しに来た美奈子さん。なんかいいストーンです。いいストーン、いい石です。 It's quite a stone here. This one here has a seam too. It's got one seam. Then she does the finer work. It's coming like this. I'm not interested about this stone. Can I go back to the other stone? Sure. That's very sound. これがいいです。これがいいの。うん、何がいいの？何がいいかわからないけどいい。トップから上がってみるとこういう感じでクラックが入ってるんだけど、こういうのがくせ者です。これは必ず落ちますから、もう先に外してしまった方がいい。でそうやってちょっと傷んでる部分を落としてあげたら本当に誰なのかが分かる感じ。本当に誰なの、うん、今は誰かはなんかいるっていうのに。ニューヨークからハドソン川を隔てた対岸、マンハッタンが見渡せる川のほとりに美奈子さんの野外彫刻が2体飾られています。実はこの2体を購入した会社が新たに発注してくれたのが今制作している彫刻なのです。今日は彫刻の設置場所の打ち合わせにやってきました。 When would you like to have? To start this? Soon. Maybe in 2 weeks.So between that and, you know, what's the boat? What's the history? Well, we have 3 boats that we're looking at. 初めて出来上がった人間を見たときはどういうふうに思いました？ Very excited. What we like about Minako is her work helps us connect the art with the river and the art with nature, which I think is something we were very excited about. 25歳の時、それまでとは全く違う人生の第一歩を踏み出した美奈子さん。あれから23年、その人生はずっと挑戦の連続だったといいます。知りすぎると心配ばかりし始めてだんだん動けなくなってっちゃうけど、でも知らないと、まあ、とりあえずやってみよう、どうしてもそれをやり遂げたいと思えたらそれを達成する努力を始める、ここが一番面白いと思います。ってことはもっともっとお父さんお母さんに心配かけますね。いやもうなんか慣れてもらいたいです。だいぶ慣らされてきたと思うんですよ。ね、最初の頃はもうちょっとうるさかったから、だん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 、あんまりあんまり言わなくなってきて、大人なので私。ね、すごい作品を作ってらっしゃって、ああなんかホッとしました。ああやっぱ皆さんに助けてもらって、うん、好きなことができるっていうのは、はい、なかなかないですもんね。まあ、実際今初めて、はい、実はホテルサードを見ましたんで、はい、非常に感動しました。手作業ですよね、はい、石がもういいよっていうとこまで掘るっていう、美奈子さんにしか聞こえてこないこの石からのメッセージっていうのが、やっぱりそのあるっていうのがもうすごいですね。あの芸術家としての結構こうはっきりされてるじゃないですか、はい、ご自身の意見であったりとか、はいはい、性格的にはそういうお子さんだったんですか？やりたいことはやりたいって言ってましたね、うん、でまだそんなにでもない時に主人といさかいしたり、はあ女の子があって、うん、いやまあそう彫刻とかね、はい、海外行くという以前の話はね、はい、もう口ごたえというかね、はあ、黙っているようなことはないです。何でぶつかってましたかお父さん？何でぶつかっているか遠い昔のことは忘れましたよ。つまらんことあったんですきっと。まあ出しつけですよね、そう、まあ、もっと普通の人で
いてくれると思ってたんですよでもなんか世間の方もだん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 そういうふうに、ね、流れが変わってるんだなと自分たちが気づかされてきたと、どん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 もっと個性を持って、うん、そうですね、行っていいんだという形でね、はい、この後あのお届け物させていただいたところまた引き続きご覧いただきたいと思いますね。はい、もう一度いってみましょう、うん、美奈子さんアメリカです。この日新たな仕事の打ち合わせにやってきた美奈子さん、ユダヤ教の施設に設置するモニュメントを依頼されたのです。この芝生の上にユダヤ教の象徴ダビデの星をかたどったベンチを置き、そこへ本を読む子どもの彫刻を座らせる提案をしています。宗教的な背景も勉強してこのデザインにたどり着きました。 This one? This one? Yes. Which do you say from? This one? Sticking? Yes. The one that would be here maybe. That wouldn't happen if you pick up this bench because of the size. I got it. I think the statue here is more welcoming people to be. I like that too.She says such a talent. She takes a stone that's hard and cold and she brings life to it, and she does it and it's soft and it's got feeling. 25歳でやっと歩み出した本当に進みたかった道だからこそ、大きな困難があってもただ自分の気持ちに正直に突き進んできました。そんな美奈子さんに日本の両親から届け物です。ご両親から開けてみてください。はい、なんか軽いですね。ご両親から開けてみてください。なんか軽いですね。あら。届け物は手編みのレッグウォーマー。寒い土地での彫刻制作、体を冷やさないように頑張ってほしい、そんな思いを込めてお母さんが40年ぶりに編み針を手に取りました。なんか OK もらった感じしましたね、これ今まではなんかいつまでやってるのってちょっと思ってるかなと思ってたので、 うちの両親は多分孫の顔が見たかったと思ってて、でそれで私がそれを言われると、もうお父さんがごめんなさい、私の子供はこれだからもう他のことはできませんと。でそれを言ってからはもうそういう話はなくなったのね、しなくなって、でちょっと思う存分やらせていただきます楽しみにしててください。さらにたくさんの孫たちを地球にいっぱい作ります。美奈子さんはあのように解釈なさってますけども、どういう思いがありました？とにかく怪我しないように、はい、いつまでやってんのかしらと思いながら、まあ帰ってこないんだろうなって半分思いながら、はあ、思う存分ね、納得のいくまでやってくださいって。でもいずれは帰ってきてください最後はお父さんのその本音がね